浜ゆっこです。ひりゆきです。2月のお買い物マラソンで買うもの公開しますの巻。はい、前回の動画でお買い物マラソンが解約しましたという動画を出しました。まあ、そこではね、あのお買い物マラソンでもらえるポイントの上限が1万ポイントから7000ポイントになっちゃいましたよっていう動画だったんですけど、今回はお買い物マラソンで僕たちが実際に買おうとしているものを公開しようと思います。で、あの公開しようと思ったきっかけなんですけど、いつもお買い物マラソンっていいよいいよって言っているものの、実際どういうものを買っているのかっていうのをやっぱね、公開しないとちょっとイメージが湧かないんじゃないかなと思ったんで、今回は公開しようかなと思いました。まあ、今回ね、まあ、何度も何度も言ってるんですけど、上限ポイントが1万ポイントから7000ポイントになったので、まあ、その辺をね、気をつけながら買う必要があります。で、お買い物マラソンのルールなんですけど、1000円以上購入したショップの数が増えれば増えるほど、ポイント還元率が増えていきますよというルールになっています。で、最大が10ストアで、10ストア買うと、ポイント還元率がプラス 9%。になります。で、この時のポイントがつく上限金額が77,778円となっていて、そこをね、超えないように気をつける必要があります。僕がおすすめしていることなんですけど、3月までに楽天のふるさと納税をすることをおすすめしています。で、それがなぜかと言いますと、4月から楽天の SPU に大幅な解約があるからです。それは楽天ゴールドカードの解約とか楽天 TV の解約とかです。で、詳しくはね、あの前回ちょろっと話したので、それを見てください。じゃあちょっとね、前置き長くなりましたけど、公開していきましょうかね。はい、まず最初がこちらです。 App Store、 iTunes のギフトカードで、そして Google Play のギフトカード、この2つをまず買います。で、これは僕はあの毎月毎月買っていまして、でこれ何に使うかというと、 iCloud を契約しているので、 iCloud を払うため の App Store ギフトカードと、で Google Play は、僕らは YouTube プレミアム入っているので、 YouTube プレミアムを払うための Google Play ギフトカードになっています。でこれはね、毎月毎月買ってます。でこれ買うとね、これで2ストア分毎月増えるので、もういいですよね。で、次買うのがこちらです。まあ、これはね、これは毎月買うわけにはいかないんですけど、これは今回ね、あのこのキエールっていうので、洗濯するときにね、入れてやるとなんか匂いが消えるんですよね。うち部屋干しすることが多いので、まあ、こういうのを入れてやると匂いが消えていいですよっていう。で、あとこの緑茶のティーバッグですね、これうちちょうど切れたのでこれを買います。で、そしてこちらのトリートメント、これトリートメント、こちらのトリートメントですね、まあ、浜ゆっこが使ってるやつで、これが切れたので買うのと、この甘酒ですね、これ料理とかにうちは使ってまして、これが切れたので買います。で、ここまでが日常的なやつですね。で、ここからがふるさと納税です。で、ここまで見てもらったら分かるんですけど、僕らはね、決して無理して買ってないんですよね。いつも毎回買う定番のギフトカード、 Google プレイと App Store、 この2枚と、あとは切れたものとかを買っていると。それが今回4つあると。で、いつもならここで終わるんですけど、今回はもうなんとふるさと納税を買っていると。で、何を買っているか公開していきますね。まずがこちら、海の幸海鮮丼かな、うん、多分海鮮丼にできるやつ、ご飯の上に乗っけてね、食べるやつね。それがなんか6種類ぐらいあるらしくて、まあいいなと思ってこれを買います。で、次が大型むきエビ、なんかね、すごいですよ、このね、エビこんな皿にこんなギッチギチに入ってるんですよね。これやばくないですか。プリプリで美味しそう。で、これを選びました。で、次が桜ポーク、やばいですよね、これ美味しそうなお肉、美味しそう、美味しそうですね、うん、で、ちょっとね、種類が1個あるんですけど、お米ですね、このお米、結構ね、お米はね、おすすめですよ。このお米よくて、定期便で来るお米でして、5キロのお米を4ヶ月に分けて送ってくれると。っていうのと、この餃子ですね。餃子。で、これ見てもらったら分かるんですけど、5000円で細かく分けてるんですよね。で、5000円の餃子。で、次が5000円のポークカツソテー用のお肉ですね。
で最後が5000円のハンバーグというわけです。でふるさと納税は7店舗7自治体に寄付をします。1つがお米で、で残り6個が5000円から1万円までのものを細々と買っているという感じです。はい、これで13店舗から買うことになり、僕たちの買い回りは達成ということになります。1000円以上で10店舗以上買ってるもんね。そうですね、うん、はい、買い回りが達成ということになりますね、うん、でこれ見てもらったら分かるんですけど、ふるさと納税は自治体を分けることで、その分けた自治体は別店舗カウントになります。うーん、なので細かく分けるとこんな感じで店舗数を増やせるので結構おすすめだったりします。去年はうちふるさと納税お米をドーンと1種類だけ買ったんだよね。そうですね、うん、だったんですけど、まあね、もったいないことをしたなと思って店舗数をカウントするためにも今回は分けてみました。分けにすると店舗数が増えて、このお買い物マラソンのポイントが貯まるってことですね。そうですね、はい、うん、そうだね。でこれね、よくね、間違うというか勘違いする人いるんですけど、商品を買う順番は関係ないです。例えば、うん、一番最初に買ったやつは1店舗目じゃないですか。なのでポイント還元率がプラス 0%、 2店舗目はプラス 1% みたいに思う人がいるんですけど、これは違ってて、トータルで10店舗以上買えば一番最初に買ったやつもプラス9倍になるので、もう順番関係なく買って大丈夫です。私もそれ最初勘違いしてた。全ての店舗が9倍みたいになるんだよね。そうなんです、うん、はい、すごいことだよね。そういうことですね、うん、だからこの小分けにするのが意味あるんですよ、うんうん、僕もね最初勘違いしてて、だから安い順に買ってました、うん、安い順にこう買っていけば得じゃないですか、それだったら、うんうん、でも関係ないんでね、それは気にせず買って大丈夫です。あとこの、ふるさと納税で買ってるポイントが冷凍できるもの買ってるよね。ああそうですね、うん、はい、それもやってますね。さすがにこれはね一気に食べきれないんで、うん、冷凍できるものを中心にやってますね、うん、なんか豪華なすき焼きとかで1回で使い切るのもいいけど、冷凍にして日々のおかずとして使っていけばさ、なんかこうなんだろう、お米みたいな感じで日常使いできるからいいよね。いいね、うん、うん、でこれをすることでね、僕らはもう4ヶ月間はお米を買わなくていいことが確定してるんですよ、うん、でおかずもねこんだけあればね、まあね2週間、うん、3週間、うん、1ヶ月いけるかな言い過ぎかな、まあ、それぐらいはねいける可能性があるので、うん、まあ、その分ねお金もきますよね。そうだね、いい感じになりそうですね。そうですね、うん、まあなんかこれ見たことによってお買い物マラソンしたことない人もちょっとイメージつかめたんじゃないかな。そうですね、うん、そうだといいです。いいな、はい、そうそう、ポイントは無理して店舗数増やさない、いらないものを買わない、日用品とか必要なものを買ったりで、今回だったらふるさと納税で、店舗数ちょっと細々稼いで買ってみるのがおすすめです。はい、浜ゆ子とりゆきがお送りしました。チャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またね、バイバーイ。